Let's just not waste any more time and jump right into the first part of the Trailblaze Continuance main quest called Finest Duel Under the Pristine Blue. Just teleport me to somewhere nearby. どうかしたの？いや、今選手ラフからメッセージが届いたんじゃが、内容を見る限り列車の次の予定と被りそうじゃと思ってな。久しぶりだな、請求列車の諸君。開拓の旅は順調だろうか。実はもうすぐ泉州ラフで聖天演舞という典礼が開かれるんだ。諸君はラフの災いを鎮める手助けをしてくれた泉州同盟の良き友人だからな。新作譜を代表して皆を式典に招待したい。ぜひ見に来てくれ。大忙しね。ファミリーの調和セレモニーが終わったばかりなのに、こんなに早く新しい招待を受けるなんて。なんかうちらの開拓の旅って、いろんな場所で食べて飲んで遊ぶ快楽の旅になってるよね。快楽？そう、食べて飲んで遊んで快速で堕落していくから快楽。なら、お前が残って列車のメンテナンスをするか。行きたくないとは言ってないじゃん。うちだって賑やかなとこに行くのは好きだもん。Surprise party crashes like Friday or Saturday. What the hell? フライデーとかサタデーみたいなのが出てきて敵対したりしないかなって思っただけ。ラフは危機を乗り越えたばかりだ。演舞典礼を開催するのは現在の平和と安全を外部にアピールするためだろう。ピノコニーの時だって似たようなこと言ってたじゃん。ファミリーの保護下ではいかなる危険もありませんって。そう疑心暗鬼になる必要はない。演舞典礼は調和セレモニーのように多くの秘密が隠されているわけじゃないからな。この典礼は帝宮と運気軍が豊穣の忌み物に立ち向かい、泉州を救った快挙を記念するために設けられたただの祭りだ。典礼の前後に設けられた精査巡行のパフォーマンスを除けば、剣技や武術を競う大会に過ぎない。俺たちが観戦した大気やモーターボールと同じようなものだ。姫子、君はどう思う？列車の状況、そしてブラックスワンの提案を受け入れたことを考えると、一度オンパロスで開拓の旅をして燃料を補充すべきだと思うが。時間的には余裕があるけど、今回の開拓の旅は特殊だから、次の目的地に行く前に列車も補給や支援の準備を整える必要があるわ。ちょうどヘルタが天才クラブ会員番号81のルアンメイトの取引を取り持ってくれたから、出発する前に銀ヌンガガプ神域から孤獣の亡骸を持ち帰ろうと思っていたの。それを考えると、少なくとも帰ってくるまで数週間はかかるわね。じゃあラフには行けないってことか。美月ちゃん、いい人間関係を築くためのあれこれは大人として支払わなくちゃいけない必要経費なの。ラフが私たちを招待してくれたなら、友人として請求列車もそれに応じないと。今考えてるスケジュールとしては、まずパムが全員をラフに送り届けて、あんたと美月ちゃん、炭鉱の3人は
列車の代表として典礼に出席する。そして私とベルトはそのままルアンメイトの約束を果たしに行く。これでどう？二人ともそれでいいか？はい。みんな異論はないようだな。意見は一致したようじゃな。なら先週ラフに跳躍する準備を始めるぞ。Optional. Discuss the travel plan with the other members of the express crew. Let me talk to Welp first then. 銀雲ガガプ神域。Cutting Abyss. 彼女はあそこで何を見つけようとしているんだ。これまでの古獣に関する研究が証明しているのは、俺たちがその生物について何も知らないということだけだが。何も知らない。それこそが天才が手を出したがる領域なんでしょうね。科学がすべきなのは無知という壁に穴を開けることだから。あんまり寂しがらないで。面白い古獣の化石があったらお土産としていくつか持って帰ってきてあげるから。はい。姫子って本当に分かってるよね。古獣の化石と演武伝令だったらやっぱ演武伝令の方が面白そうだもん。そうだ、タンコ、今回はうちらと一緒にラフに行くよね。お前たちだけでラフを歩き回らせるのは不安だからな。それにベルトさんの言っていた通り、剣木の災いは収まったばかりだ。長命種も短命種もきっと未だに恐怖を感じていることだろう。将軍がこのタイミングで演武典礼を開催すると決めたのは、対外的にラフが安定していると示すために違いない。彼が招待してくれた以上、俺も旧友に会いに行くべきだ。Right. Let's just begin to do this. And to be real, I have no idea how long this request is, so if it reaches the 2-hour mark, then I'll just split it into... If it reaches the 2-hour mark, but there's still like a long... It feels like a long day, long way to go, then I'll just split it into two parts. 前来た場所にまた来ることになるなんて、なんか感慨深いな。詩を読むほどじゃないです。ただ前回先週に来た時は波乱万丈で怖かったなって思っただけ。今回は誰かに脅されてるわけでも騙されてるわけでもなければ、指名手配犯を追ってるわけでも貨物用の埠頭から上陸したわけでもない。こんな順風満帆なことってめったにないよね。これは願掛け？フラグ立てるようなこと言ってるのはあんたの方じゃん。It's got to start Keith Haven.聖査会ってこんなに賑やかだったっけ。なんか今日は特に人が多い気がする。お互いの声が聞こえなくなりそう。元凶は将軍に迎えを頼まれたって言ってたよな。どこにいるんだろう。食器の前で待っていよう。あそこは不当のランドマークだからな。ほら、that's more like it. Okay, so... Wow, why is there a mask, guy? そこの3人、待って！あの2人、うちらを呼んでる？見た目からして、ピノコニーの人かな？
あなたたち、泉州ラフには詳しい？Why are the people from the Pinakoni over here at the Central of Food? 何か用か。もしかしたら、名前は聞いたことがあるかもしれませんが、私たちはピノコニーというところから来たんです。今回泉州に来たのは、面白い無形の素材を採取するためでして。すごい偶然！うちら、ついこの間ピノコニーを出たばっかなんだ。おお、ピノコニーをご存知なのですね。いきなりですみませんが、このラフで行った方がいいおすすめの観光スポットなどはありますか？もちろん聞いたけど、地元の人はラフの観光スポットなんかに行く必要ある？どこもつまらないでしょうとしか言わないんだもん。あ？気持ちはわかります。私もピノコニーのおすすめ観光スポットはと聞かれたら言葉に詰まるでしょうから。だからこういうことは他の観光客に聞いた方がいいってわけ。この時期に来る観光客のほとんどは演武天霊が目当てなんじゃないかな。実際うちらもそうだし。演武天霊のことは知ってるけど、天霊のリングってまだ解放されてないよね。今回の天霊のリングは引退したラフの超大型戦艦を改造したものらしいですよ。それはもちろん、何しろ超大型戦艦ですからね。民間の精査よりずっと大きいに決まっています。でもその戦艦に乗るには数週間後の演武天霊の開催まで待つ必要がある。かといってそれまで仕事をおろそかにするわけにはいかない。だからあなたたちにおすすめ観光スポットはないか聞いたの。ピノコニーの日常的な無境にはない特殊な体験を探しているんです。私たちの顧客はそういう夢の泡を体験するのが大好きなので。ねえ、ここに一番詳しいのはあんたなんだから、早くおすすめ紹介してあげて。いい？The expert? I think I'll go with Orem Ali, I guess? 悪くない案だな。近人口の大衆的な雰囲気は宴の星ではあまり見かけないものだ。大衆的な雰囲気、確かに。私たちの顧客はもうスリリングの夢を十分体験してるから、逆にそういう日常的なものの方が彼らに感動を与えられるかもしれない。皆さん、アドバイスありがとうございます。今から近人口に行って現地の様子を記録したいと思います。もしかしたらまた近人口でお会いすることがあるかもしれませんね。見ろ、元凶が来たようだ。本当だ、急いで合流しよう。 OK。 高いところから見る新世界だよ。 OK、 I see the patch back。 みんな、こっちだよ。みんな久しぶり。 Hello Mr. Punching Bag。 How the f*** are you? ここを離れてからそんなに経ってない気がするけど、元凶、あんたもしかして。What? 僕がどうかした？美月さん。子供の成長は早いって言うけど、元凶、もしかして少し背伸びた？はあ、たった数ヶ月会わなかっただけだろう。うんうん、久しぶり。久しぶりだ。炭鉱先生も来たんだ。待たせちゃってごめん。もうすぐ演武天霊が開催されるのと、聖査会は交通の要所だから人混みからみんなを探すのに時間がかかっちゃったんだ。正直こんなに賑やかなラフは初めて見たよ。剣木の危機が去ったばかりのタイミングで演武天霊を開催するのはいささか時期尚早ではないかと心配していたんだが、今の聖査会の様子を見るに
将軍の判断は正しかったようだな。うん、今ここには他の同点に住んでる人だけじゃなくて、みんなみたいに遠くから来た人たちもたくさんいるんだ。何しろ演武天霊が目前に迫ってるからね。聖査会の利用者数が一気に増えて、運気軍の警備の仕事も手落ちがないようにって普段の何倍も忙しくなってる。将軍が言ってたよ、ラフを災いから立ち直らせるには演武天霊が必要なんだって。武徳を示せば民の心を落ち着かせ士気を高められる。それだけじゃなくて、天霊の場に UFO の客人を招待して貿易と平和を促進させることもできるから。同盟は今回の天霊をすごく重視してるんだ。なんてたって主命と妖精の2つの選手がお祝いのために使者を派遣するって話したからね。以前上、うん、妖精は同盟が忌み物を遵守するときに先陣を切る役割を担っていて、いつも凱旋してるんだ。だから同じ同盟に属してはいるけど、妖精のことはよく知らないんだよね。ただ天白氏の玉空様が言うには、妖精から送られてくる先方はいつも大将ばかりで、すごく印象的なんだって。妖精の飛翔将軍はまだ若いのに誰よりも強くて勇敢だって言われてる。全身筋肉ムキムキで、力こぶはスイカみたいに大きいとか、たった一撃で十数体の忌み物を粉々にするとか。本当かどうかは分からないけど、運気軍内だと彼女の強さはアイオーンにも匹敵するくらいだって噂されてるよ。へへ、飛翔将軍の腕前見てみたいな。なるほどね。ところでこれからの予定は？あ、立ち話しすぎちゃったね。将軍から獅神宮に連れてくるようにって言われてるんだ。みんなとずっと会えてないから列車の近況を聞きたいんだって。元凶って自分の興味あることについて話してるときは一気に子供っぽくなるよね。確かにな。お、カチーノエリノット。各員集合しろ。人々を守るんだ。さっき手落ちがないようにって言ったばかりなのに、もう何か起きたみたい。みんなごめん、僕様子を見に行かないと。何言ってんの。俺たちも一緒に行こう。おリシンしたかし、市民を守れ。Werewolves? ここはいいから、みんなを守って。カッチンタイム。Activating combat mode. Enemies with this mark can enter the Moon Rage state. After enemies use attack, apply one stack of Bloodlust to enemy units that can trigger Moon Rage. When Bloodlust reaches a certain number of stacks, the unit enters the Moon Rage state.At the same time, a Moon Rage countdown appears on the action order. When the countdown turn begins, Moon Rage is dispelled across all enemy units. ホリジン、どうしてここにホリジンが。好きにできると思うな。進行。すべてが燃え尽きるまで。It's showtime! コラボスタート。生命はビスと同じだ。さあ、存分に味わえ。 What? But that was fast. That was ridiculously fast.What's escaping? Oh, bully!
ありがとう。まずい、もう時間がない。僕の剣。And there goes one of his spots. 待って、僕の剣。突発的な事件が起きたから詳しい状況を確認してきてもいいかな。みんなをもう少し待たせちゃうけど。Alright, let's accompany Yanqing and ask about the situation from the Cloud Knight's present. 助けてくれたことにはとても感謝していますが、私たちの貨物まで押収するのは違うんじゃありませんか？そう言われましても、襲撃事件の全容が明らかになるまで、あなたたちの貨物を押収して検査しろとの命令が出ていますので、もろもろの手続きが終われば、あなたたちも貨物も解放しますから。この貨物はラフに届けるものではありませんし、カンパニーの特許技術が使われているんですよ。何の権利があって検査するんですか？ The IPC is over here as well. What the f***? ラフに入港する貨物は全て検査しなければならないと規則で決まっているんです。私たちは入港なんてしていません。ポリジンの襲撃にあったからラフの港に避難せざるを得なかっただけです。まだまだ続きそうだね。結論が出ない言い争いには関わらないようにした方がいい。Keep walking. この小隊の隊長は？状況を説明してほしい。私です。申し訳ありません。見張りを怠りました。すべて私の責任です。演武典礼を目前に控えた今、最優先すべきはラフの安全と安定の維持だ。それなのにどうして制作会に堀の囚人が？規定の流れだと危険な重罪人を護送するときは精査に収容して着陸することなく優秀国に行くはずだよね。誰が囚人を乗せた船を旅客用の埠頭に停泊させる許可を出したんだ？隊長のせいではありません。ただ主命の施設官が少し熱心だっただけです。You mean diplomatic vessel? ロ君、巡察護衛隊の見張りです。元凶殿の助立ちに感謝を。ルジュン、今回のことは想定外の出来事で決して隊長のせいではありません。ラフで積み替えをするカンパニーの輸送船が到着直前にホリジンの襲撃に遭いましてね。主命の施設官が助けに向かい、ホリジンの強盗を捕らえて船内に収容したんです。ラフが航行する中域でカンパニーの艦船がホリジンに襲われて、主命の施設が彼らを救った。なかなか複雑なことになってるんだね。私も困惑しています。主命の施設官は規則に従い客船用の埠頭に船を止め、この囚人たちをラフに引き渡したのですが、ここ最近数えきれないほどの外郭がラフに押し寄せ、精査の航路が大変混雑していることはあなたも知っているでしょう。護送用の精査と航路の完成を待っている間に追い詰められた堀人が突拍子もない行動に出た。それで先ほどのような騒ぎになったというわけです。この囚人たちは即刻優秀国まで護送します。なるほど、本当に急を要する事情があったみたいだね。この件は地甲市の治安庁に報告して後始末に協力するよう言っておくよ。どう後処理するのか当事者たちに聞いた方が新作府にも状況を説明しやすくなるよね。Gathering information time. The Cloud Knights calmed the crowd, then dispersed, and the street was restored to its peaceful state. 元凶、あんた本当に成長したね。美月さん、今は僕をからかってる場合じゃないよ。演武典礼前の泉州の安全は張り詰めた糸みたいなもので、一見平穏だけどほんの少しの動きで波が広がるんだ。さっきやっつけたあの。あいつらは一体何者なの？ Did you just call them the Borisin?
そう。あの狼の頭をした化け物たちはホリジンって呼ばれてて、泉州と長年敵対してる北条の忌み物なんだ。ホリジンは強い勢力を持っていて、たくさんの世界で略奪を働き、そこに住む人たちを奴隷にしてきた。その被害は宇宙の宙外にも匹敵するほどだって言われてる。そして30年前、同盟は奴らと大きな戦いを繰り広げた。ここ数年、奴らの動きは昔より落ち着いてたのに、こんなことが起きるなんて。さっきの武漢はホリジンがラフの近くの中域でカンパニーの艦船を襲撃したと言っていたな。大胆すぎて少し不自然な気もするが。うん、僕もおかしいと思う。もしかしたらカンパニーとの間に大きな確執があるのかもしれないね。さあ、おしゃべりはこのくらいにしよう。将軍にみんなを四神宮まで連れていくよう言われてるんだ。もう少し話してたかったけど、どうしても気になることがあって。気になること？もしかしてホリジンを追おうとしてるの？元凶、うちらの助けは必要？ううん、大丈夫、大したことじゃないから。そのさっき言った女の子が僕の剣を持って行っちゃったんだ。だから地甲子に紛失届を出して取り戻せないか試してみようと思って。あの子もきっとわざとじゃないと思うよ。So when Cloud Knights get into trouble, they have to call the emergency services too? まだ近くにいるかもしれないし、探してみたら？とりあえず、今は四神宮に行こう。将軍を待たせるわけにはいかない。安心しろ。あそこまで腕の立つ少女はそういない。きっとすぐに見つかるだろう。OK。面倒事が多いですね。I have a bad feeling about this. This Dujun. Very the Ayashi. As in, very the suspicious.But anyhow, let's just head over to the Palace of Astrum to meet up with Jing Yuan. Oh, 遠いところよく来てくれた。いやいや、大したことではない。こちらこそ、お前さんの出迎えに感謝する。Why his voice? Okay, why does his voice?It's kind of familiar. And okay, I think I already see a certain someone. 将軍、列車のみんなを連れてきたんだけど、あれ、お客さん、もしかしてタイミング悪かった？いや、ちょうどいい時に来てくれた。請求列車の諸君、久しぶりだな。遠くから友人が来てくれたんだ。いいに決まっているだろう。紹介しよう。こちらは泉州主命の食塩将軍、海塩殿だ。おう、ジェネオ・ホワイエン。そうかしこまる必要はない。今回は将軍として来ているわけではないからな。普通の観光客と何も変わらん。海塩殿は定休に仕える将軍であるだけで、構造士の百夜でもあり、軍務はもちろんのこと、あらゆる技巧にも長けている。こうした年配者は天将の中でも唯一の存在だ。将軍だろうと百夜だろうと、ただの肩書きに過ぎない。わしは何度も辞職しているが、今は状況が変わったからな。
元帥に再び召集され職務に就くしかなかったのだ。His voice is very familiar. 結局のところは自分のせいだな。長生きすればするほどわしが気に食わない奴も増える。そういう連中らから無理難題を押し付けられるのは避けられないことなんだ。お目にかかれて光栄です、海炎将軍。お目にかかれて光栄です、海炎将軍。 Let's meet you, General. Let's see the game. かしこまる必要はないと言っているだろうに。今日のわしはお前さんたちと同じラフの客人だ。His voice is very familiar. この3人が前に言っていた剣木の危機を救ってくれた救世主か。ああ、タンコウ殿、ミツキ殿、そして彼の力がなければラフは今回の災いを簡単に乗り越えることはできなかっただろう。陰月君の後世が再びラフに戻り演武天礼に参列するとはな。機会があればお前さんと一杯やりたいものだ。お呼びとあればいつでも。ところでそこにいる子供は？ああ。私の弟子の元凶だ。まだ若いから護衛としてそばに置き経験を積ませようと思っている。今回の演武天礼でもラフ運気軍の代表守人として各来訪者の挑戦を受ける予定だ。 OK、 So I was searching for who is the Japanese voice actor for Huayan, right? Apparently is the voice actor is by Miyazawa Tadashi-san, and he's most notable for beingthe voice of Sugoroku Muto-san, who is the Yugi from Yu-Gi-Oh, who is Yugi's Oji-san, Yugi's Grams, apparently. Hold on, let me show you. God damn it! Just give me one sec.Apparently, Huayan's voice actor shares the same voice as this guy. That's Sugoroku Muto, Yugi's grandpa. So that explains. Hold on, I was wondering why is his voice so goddamn familiar. Then I had to search it at the.On my phone, and this is out, huh? Oji-san, this Huayan, apparently shares the same voice as Sugoroku Muto-san, Yugi's grandpa. Okay, but that's interesting. Alright, anyhow, let's just continue on with the story quest. Jisuni.今日だけでこれほど多くの優秀な若者に出会えるとは、ここまで来た甲斐があったというものだ。I don't think he'd be playable though. ああ、そうだ。年を取ると忘れっぽくなっていかんな。こやつはわしの孫弟子のウンリだ。Yeah, it definitely literally screams Sugoroku-san, Yuki-san. あなただったんだ。こんにちは。なんだ、もう知っているのか。なら紹介する必要はなさそうだな。こんなところで会えるなんて、見つけるのにもっと手間がかかると思ってたのに。おお、気になる言い方だな。さあ、どうやって知り合ったのか、わしに教えてくれんか。この子は、星座界で逃げた堀の囚人を鎮圧してくれたんです。それについては先にお礼を言いたい。ありがとう。
でも君は現場を離れるとき、ついでに僕の秘剣を持って行ったよね。秘剣？ああ、どうして荷物の中に突然剣が増えたのか不思議に思ってたんだけど、あなたのだったんだ。そうだよ。せっかく再会できたんだし、できれば。それは無理。あ？無理？Why? この剣を返してほしいんだよね。それはいいけど、こんな風に簡単には渡せない。戦場で失った剣は戦場で取り戻すのが主命のルールだから。この剣だって同じ。空を飛んで逃げた堀人を撃つはずだったのに、持ち主が心を乱したせいで翼が折れたトビみたいに標的を見失っちゃった。それに私が剣を取って目標に命中するよう手助けしてなかったら、堀人はとっくに逃げてた。ウンリさん、君は何も言わずに僕の剣を持っていった。それなのに平気な顔で持ち主に返すのを拒むなんて、どうしてそんなことができるんだ？ラフの剣士って所詮この程度なんだ。And by the way, Julie's Japanese voice actress over here, Wakayama Shiwan-san, is also the same person who voices this character, Inoue Takina from Licorice Recoil. Let's see if I can find it over here. She is also the same voice actress.Aha, found it. Give me a sec. Inna's a little slow. As this character, Alan Joe from Zelda Zone Zero.今なんて言った？あなたが正々堂々私から自分の剣を取り戻せば私だって納得する。でもあなたはそうしなかった。問題を矮小化してみんなの前で適当に剣を返せなんて言って。率直に言うけど、あなたは敵を殺して身を守ってくれる剣に敬意を払ってない。この剣にはふさわしくないと思う。君、もしかして黙って人のものを持っていくのは泥棒だって教えてもらわなかったの？ Oh boy, this is gonna be interesting. どうしても剣を使えって言うなら仕方ない。今から1対1で。元気？うん、それでいい。今日決着をつけよう。私はホリジンみたいに簡単に倒せる相手じゃないけど。もうそれ以上喋るな。早く元凶君に謝らんか。おじいちゃん、一体どっちの味方なの？おじいちゃんは、おじいちゃんはどっちの味方でもない。ちょっとした誤解があるだけだ。謝るほどのことではない。主命で剣術と技術の頂点に立つ者は炎林八王という美名で世に伝わっている。そこに名を連ねる雲里さんは確かに炎のような子だな。何が美名だ。どこぞの物好きな奴が雲起軍にとって迷惑にしかならない虚名をでっち上げているだけだろう。雲里はただの人見知りの激しい人付き合いが苦手な子供に過ぎん。すまないが多少の無礼は多めに見てくれ。諸君、私はカイエン殿と話がある。客人と雲里さんの旅館の宿泊手続きはひとまず元凶君に任せる。あとで時間を見つけてゆっくり話そう。請求列車がラフを危機から救ってくれたことについて
しっかり感謝を伝えたいからな。I won't be surprised that when Genshin presumably takes Yuni to the inn, a fight might break out. そんなにかしこまらなくていいのに、もう何回も感謝してくれてるじゃん。どうやら間が悪い時に来てしまったようだな。三人とも許してくれ。そんなことはありません、海炎将軍。ほれ、行ってこい。これを機にしっかり元凶君の誤解を解くんだ。はいはい、確かに誤解は解くべきものであって深めるものじゃない。でもまだ旅館には行かない。レイサお姉ちゃんに会いたいの。あ、ちょうどラフに着いたところで腰を落ち着かせるために手伝ってくれる人を探してるみたいだから。元凶、客人の案内が終わったら私の代わりにもう一度構造士に行ってくれるかい。カンパニーの船が襲われて押収されたそうなんだが、カンパニーの社員が船にある貨物を取り戻したいと抗議していると生族から報告があったんだ。私の代わりに彼らをなだめてくれないか。あまり強く出る必要はない。ただラフは彼らの権利を侵害するつもりはないとだけ伝えてくれ。了解、将軍。 Alright, what's next? Please, please. これが聖族さんが送ってくれた報告書か。どれどれ、はあ、はあ、What? 将軍、カンパニーを説得しろなんて本当に難題を出してくれたな。 Good luck with that, boy. いや、試練まではいかないかな。軍機軍は戦術を学んだり武芸を極めたりするだけじゃなく、外交紛争を解決したりすることもあるから。ただ言葉を使った交流はどうしても戦場での武器を使った交流より難しくて、特にカンパニーの人たちはいつもあの手この手を使ってくるから本当に大変なんだ。 True. 悩むのは一旦置いておいて、とりあえずみんなを旅館に案内するね。はい、Let's go. After watching Yenqing and the other thief, 演武典礼に海炎将軍が参加してくれるのはラフとしても光栄なことだ。しかし、ただの演武典礼に主命と妖精の将軍二人が同時に来たことを考えると、単に典礼を見ることだけが目的ではないのだろう。海炎将軍、今回の来訪は元帥からの命令があったからでは？あ、軽言、考えすぎだ。言っただろう、今回は運理に世間を見せに来ただけで、わしはラフの状況に口出しするつもりはない。あの妖精の将軍が何をしようとしているのかについてもわしは何も知らんのだ。覚えているか、お前さんが就任したばかりの頃、帝宮の天将の戦場はラフの外だけにあるわけではないと言ったことを。戦場に出て敵を撃ち、内部のいざこざを解決する。将軍という名に課せられた重さはその事業をはるかに上回るものだ。あれから随分経ったが、お前さんはよくやっている。だが先週人にとって長く生きすぎるというのは一種の呪いだ。人生で犯した過ちは常に闇の中で虎視眈々とこちらを狙っている。そしていつの日かこちらに追いつき飲み込もうとしてくるのだ。ラフで起こったことについて元帥は全て知っている。そして妖精の天劇将軍は、あやつはお前さんに用があって来たのだろうな。
だがどうもおかしいな。なぜ彼女はこの場にいないんだ。妖精の天劇将軍は雷のように動き回り先手を取ると言われているのに、遅刻するとはあやつらしくない。海炎将軍、それは違います。我らが将軍はすでに到着していますよ。ただお二人も知っての通り、彼女は束縛を好まない性格なので。炎教授、精査を降りてすぐに用があるから止めるなと言ってどこかに行ってしまったんだ。君たちが先週妖精の使者か。天劇将軍の幕僚、昇丘とモゼと申します。お二人にお会いできて光栄です。面白い、客人が直接主人を訪ねるのではなく人を使わしてくるとは。一体何を考えとるんだ。あやつが言っていた用途はここに来る以上に大切なことなのか。言ってみろ。ラフの林園教に素晴らしい機関が増えたと聞いたので、その景色を見に行ったのでしょう。機関か。わしが通訳してやろう。ゲイゲン、こやつお前さんに嫌味を言ってるぞ。海炎将軍ご冗談を。僕は事実を伝えただけにすぎません。将軍はお二人をお待たせするのは良くないと考え、先に僕たちを派遣したのです。十分景色を楽しんだら将軍もこちらに来てお二人に謝罪することでしょう。 Meanwhile Have this doesn't become a yet fast just like in Penacony 2.2. まずい、運理に剣を返してもらうのを忘れてた。I don't think you ever get your sword back. そんなのダメだよ。どの剣も僕にとっては宝物なんだから。将軍が止めに入ってなかったら、あの偉そうな口を聞く彼女に僕の剣法をちゃんと教えられたのに。そういえば、僕の気のせいかもしれないけど、今日の将軍ってなんかちょっとかしこまってる感じしなかった？海炎将軍が来てるからかな。かしこまってる？そう？じゃあ僕の考えすぎかもしれないね。いや、考えすぎではない。四神宮に入って俺は主命からの使者が主命の将軍本人であることに気がついた。ならおそらく妖精からの使者も天劇将軍本人なのだろう。絶対そうだよ。はあ、それがこの件の奇妙な点だな。一体何がおかしいの。その人たちだって列車組みたいに将軍からの招待を受けてきたんでしょ。演武典礼はただの祭りに過ぎない。他の泉州の将軍が二人同時にラフに来たとすれば、そこには何か別の理由があると考えるのが自然だ。彼らは剣木の災いに関する責任を問いに来たのだろう。責任を問う？薬王秘伝の悪者と反物質レギオンがラフに侵入して大暴れしたんだから、ラフは被害者じゃん。なんで被害者が責任を問われなきゃいけないの？丹数の反乱も元老の陰謀も同盟の他の将軍にとってはラフの一方的な言い分にしか聞こえない。しかも要となる証拠が一つ残されているとくれば、彼らにとってこの件は終わりのない災いにしか見えないのだろう。剣木、ラフが長い間抑え込んできた儒家の跡が蘇ったのは紛れもない事実だ。しかしその原因が反物質レギオンの陰謀なのか、ラフ内部の反乱なのか、将軍は本当に巻き込まれただけなのか、そういった疑念の火は一度燃え上がるとなかなか消えないんだ。ワンダウィルカベプセモリ。はあ、うちって本当にバカだな。
つい気ままで楽しい旅ができると思っちゃった。きっと請求列車はどこに行っても不運に付きまとわれるんだ。僕も将軍たちは純粋に天霊を見るために来てくれたんだって思って嬉しかったのに。そういえば今回シュメイの使節官に同乗してきた男子が一人いて、その人がラフの探偵士の新しい師弟になるって聞いたな。シュメイが人を派遣してラフの師弟にする。前例がないわけではないが、このタイミングとなると。炭鉱先生の話を聞いてやっと背後でうごめいてる暗流に気づけたよ。将軍は今きっと大きな圧力にさらされてる。それなのに僕は少しも将軍の苦しみに気づけなかった。なんてバカだったんだろう。そんな風に思わないで。大人たちのことは大人たちが心配すべきことなんだから。それに今の元凶が将軍のために何ができるっていうの。あれ、うちもしかしてまた間違ったこと言っちゃった。美月さんの言う通りだよ。僕はまだ未熟だから今すぐ将軍の負担を減らすことはできない。でも将軍から任されたことは何だって精一杯やってみせる。さあ行こう。三人の宿泊手配が終わったら構造士に行ってカンパニーの抗議を処理しないと。すごく悩んでるっぽいとこ見ちゃうとやっぱりちょっと不安だよね。ねえ、うちらも一緒に構造士に行ってもいい？それはダメだよ。手伝おうとしてくれるのは嬉しいけど、カンパニーの社員は特に厄介だから、かえって列車に迷惑をかけることになるかもしれないし。安心して、カンパニーの相手なら慣れてるから。銃の責任は知ってるよね。うちらその中の何人かと関わったことがあるのね。そうだよね。 You're a real master of conversation。 うん、って今の褒め言葉じゃないような。わかった、先生たちが手伝ってくれるって言うなら僕も断らない。構造士に行ってカンパニーの人たちに会おう。Alright. Let's just keep going for now, okay? I just want to get to this request as fast as possible. And besides, we've already explored. まったく先囚人には理屈が通じないのか？はは、わかったぞ。これはお前たちのところで言う火事場泥棒だな。ですから今あなたの言う理屈を述べているではありませんか。 This better not be who I think it is。 開演商船は銀河の商業や貿易に最適な選択。この嫌みったらしい声、聞き覚えがある。確か金人港で聞いたような。天博士の相手をするのは今回が初めてじゃない。お前たちの面倒なやり方にはとっくに慣れてる。だが大っぴらにカンパニーの貨物を奪おうとするのはさすがにやりすぎじゃないか。シリアス、何度も言ってるだろう。コンテナを開けて安全の確認が取れれば解放するって。お前は耳が悪いのか、それとも頭が悪いのか。ちゃんと聞こえているし頭もはっきりしている。単刀直入に言おう、コンテナは絶対に開けない。これ以上私の荷物を返さないというのならお前たちの将軍に訴状を送りつけるぞ。 No good lousy son of a once。 Hold on, be right back。A few moments later. I'm back. I am legit back. Because I need to get, I need drinks.
Let's go with this, the third option. Did I just hear a dog barking? Huh? はぁ、あ、この野郎、誰が犬だって。って、なんでお前が？お前、まだ泉州にいたのか。不幸ってのは本当に重なるものだな。お前に会うと。It's like you're trying to tell us we are the bringer of disasters. This is the customer, is it not? Why are you working together with Genkyo? Anyway, what does that no good, lousy piece of want? These guys are trouble? Huh? That's my fault. Trouble. Shut the fuck up. You shut the fuck up.このカンパニーの人は先生の知り合いみたいだね。これっていいことかな、悪いことかな。ユキさん、僕はカンパニーの講義に対応するために派遣されてきたんだ。今の状況を教えてもらえる？はあ、主命の施設官がホリジンに襲われたカンパニーの輸送船を助けたことはご存知ですよね。その後、輸送船は知らせを受けた運気軍によって港に誘導され、そこで修理と検査を受けることになったんです。そして、その輸送船の責任者というのが、こちらのスコートさんです。あんたがスコートだったんだ。この子から話は聞いてるよ。確かラフを追い出されたんだよね。なんで戻ってきたの？ Oh right, Marsh didn't join us during the... 好きで戻ってきたわけじゃない。During the... 船さえ修理すれば、この縁起でもない場所から離れられると思っていたのに。I think we will wait. 港に入った瞬間、okay, 運気軍が来て、船にあった貨物を全部奪っていったんだ。Was it Queen Eiffel? 奪う？ I think Shushan was with us. 何度も言っていますが、これは安全を確保するための検査です。I can't remember.I remember it happened at one point. Oh, I... Yeah, it was in one point four. No, it's not in one point four, it's one point three, I think. It happened in one point three. That's right, from the outside, the customer. First, the Tenhakushi has a dangerous weapon in the carry-on of the item. So, I requested a safety assessment for safety's sake. Second, the customer.I believe it was at the end of 1.3. Not to be able to do it. Where we have to... エンジンの修理を終わらせ出航するまでに少なくとも数日は港に停泊する必要があるでしょう。検査を通していない危険物を何日もラフの港に留まらせるわけにはいきません。わかった。安全検査は貨物を分解する必要はなかったよね。必要ない。もともとスキャン検査だけだしな。ただそのスキャンの結果、貨物の中には機械構造のものだけじゃなく、生物組織に近い特徴を持つものもあることが分かったんだ。That is not a good sign. 生物組織？このコンテナの中に生き物が入ってるってこと？ That is very 具体的な結論は探偵士の確認を待つ必要がある。いずれにしても条例に従うなら俺たちは貨物の一つを開けて検査しなくちゃいけない。でもこの人は特許の機密保持を理由に何度も検査を拒否してるんだ。同盟には生物製品に対する厳格な取り決めがあります。さらなる検査を拒むというのなら、天白氏としてはあなたを行かせるわけにはいきません。いいだろう。この貨物に手を出そうというのなら徹底的にやり合おうじゃないか。私たちが運んでいるのが生物だろうが機械だろうがお前たちには関係ない。天白氏の処理手続きに対してクレームを入れてやる。はあ、スコートさんはすごく頑固みたいだね。
説得するのは難しそう。はあ、カンパニーと真っ向から対立するのは避けたかったんだけどな。I know a thing or two about convincing Scott. 前に先生が金人口の紹介を助けてくれたって話は聞いてる。その時のカンパニーの代表者がスコートさんだったんだよね。彼と交渉した経験があるなら申し訳ないけど、今回も先生にお願いしてもいいかな。何をこそこそ喋ってるんだ。早く貨物を返せ。It's a debate again. Ay, ay, ay. I'm sorry, but I'm gonna need help for this one. A little longer than a few minutes later. You know what? Screw it. If I feel, I feel, okay? F it. 同盟と機密保持契約を結べば、他の人に覗かれる心配はないだろう。カンパニーの規則に従い、双方が納得できるような機密保持契約を結ぶことは可能ですよ。そうは言っても、お前たちがそれを守るかどうかは分からないだろう。知的財産権の機密保持を結ぶかどうかはともかくとして、博識学会が作ったテスト用プロトタイプの製造費だけでも、お前たちには想像もできないほど高いんだ。何かあったら一生働いても弁償できないぞ。Just keep the reasoning part and resort to good old violence. Assure him you will proceed with caution.No, that's not good enough. Pay you compensation you wish. The Skyfaring Commission can pay you compensation. Let's go with this one. Scott, 具体的な金額は出せるか?検査後に何か問題があったら列車じゃなくて天白氏が弁償するから。天白氏はもちろん弁償します。事前に具体的な破損報告書を提出してもらう必要はありますが。天白氏の財力を疑っているわけじゃないが、これは金の問題ではないんだ。それと、この輸送艦に積まれた貨物は博識学会のものだ。検査するなら少なくとも依頼主である博識学会の人間を一人呼ぶべきじゃないか。Let's get it. Try to resolve this around central regulations. Try to resolve this around according to RBC regulations.Show him your extensive connection. I think this is the most logical one. I might be wrong. Then again, I'm going in blind. 俺は博識学会のレイショー教授と仲がいいんだ。彼からはいろんなことを教わった。一日したれば終身父たりって言うだろ。つまりあいつは俺の父親みたいな存在ってこと。そう考えたら俺がいるってことは博識学会の人間がいるってことになるんじゃないか。ふざけるな。たとえお前と彼が血縁関係にあろうと、婚姻関係にあろうと、お前が学会を代表することにはならないだろう。カンパニーと選手は法治社会で、手続きの流れは守られるべきだ。カンパニーの社員として私はカンパニーの規則も守らなければならない。もしここで例外的にお前たちの検査を許したりしたら、Okay, I think that was a failure. 本当に大変なことになるぞ。
Negotiation strategy? The Zhenzhou people are just following their own rules. That's definitely not good enough. Try to bribe him? Talk about his unpromising career prospects. So, this is not definitely not good enough. This is definitely not good enough. Unpromising career prospects. Try to bribe him. Slowly your pride and make. No. This is not this. So it's either two or three. Either bribe him or talk about his unpromising career prospects. I'll go with number three. Screw it. Escort. お前は自分がカンパニーの社員としての一線を守っていて、okay, good. 尊敬に値する人材だと思ってるのかもしれない。でも同時に、自分が先週でのカンパニーのイメージを悪くしてることに気づいてないのか。Okay, I made the right choice. お前と天白氏の対立が激化すれば、ビジネスの面で不利益を被るだけじゃなく、将来のキャリアにも深刻な影響が出ることになるぞ。私は選手と対立するつもりはない。さっきも言ったように、こちらの要求は貨物を取り戻してここを離れることだ。なのにお前たちが解放してくれないんじゃないか。おお、グッグッネゴシーサクセスフル。なかなか口が立つじゃないか。チッ、安全検査をしたいならできないこともない。ただ数日時間をくれ。何しろ重要なことだからな。カンパニーの本部と話し合う必要がある。スコートさんは先延ばし法を使うつもりだね。船の修理が終わるまで先延ばしにすれば、検査することができないまま君たちを解放することになる。法を犯さない限りカンパニーの人だろうと当然自由に出入りできますよ。分かっているじゃないか。ん？お前は誰だ？リンシャ？ He has to be リンシャ。では失礼して自己紹介を。私はラフ探偵士の指定レーサーと言います。もしかして彼女が？ Yep。彼女が使命から派遣された新しい師弟だよ。実は構造士から未知の生物のサンプルが入った貨物がここに留まっているため、探偵士の人間に検査してほしいとの書類が届きまして、ちょうど暇していた私が自ら出向くことにしたというわけです。スコートさん、そんなに検査してほしくないというのなら検査はしなくて構いません。構いませんってどういうこと？急に話が通じるようになったじゃないか。お前が検査しなくていいというなら、この貨物は持って行かせてもらう。異論はないな？異論？どうして異論があると思うのですか？ただのサンプルでしょ。輸送船に積んである貨物は全部そのままで構いません。さっきも言った通り検査はしませんから。おしげよ、ちょっと待って。そう来なくてはな。ここまで人間の言葉じゃなかった。話が通じるならさっきあんなに言い争う必要はなかったじゃないか。エンジンの修理が終わったらすぐにでも出航させてもらおう。船はもちろん出航できますが、貨物はダメですよ。先週とカンパニーが締結した輸出入契約では、全ての生物製品は外界に危害を及ぼさないと確認できたもの。
もしくは活性を失ったものしか出航できないことになっています。その生物が危害を及ぼすかどうか判断する方法がない以上、活性を失うまで待つしかありません。過去の事例を参考にすると、そうですね、47西暦年だけ待ってもらえれば大丈夫かと。47 Star Calendar Years。 そんなに驚くことですか？あなたはまだ若く元気もある。あと数十年くらいは余裕で生きられるでしょう。自信を持って頑張って生きてください。 She's just trolling at this point。 さすが長命種、嫌味な言い方をする。お前たちは時間という概念を気にしないのかもしれないが、そのせいで生じた1分ごとの損失は天白氏に倍で請求するからだ。どうやらスコートさんは勝利の瞬間を見届けるまで自分の仕事と人生が続いていくと信じて疑っていないようですね。おい、どけ、検査させるんだ。ですが、スコートさん。もういい、状況は十分面倒なことになっている。安全検査をさせてやろう。戻った後、私自ら学士たちに頭を下げて謝ればいい。私の頭はそのためにあるのだからな。At least you wise up for once。 この女に比べればお前など大して面倒じゃない。だが調子に乗るんじゃないぞ。この女さえいなければ、チッ、さっさと検査しろ。このお姉さんすごい。お、カチン。これが貨物ですか？いいか、検査で何かあったら本当に賠償金を請求するからな。止めてください。No good. Activating combat mode. Terror Grip. When an ally is inflicted with Terror Grip, attacking the caster of Terror Grip once can dispel Terror Grip. When Terror Grip ends, if the caster of Terror Grip is not attacked to dispel Terror Grip, then the affected ally will fall into the terrified state and be unable to perform actions. こんなものが隠されていたなんて、本当に驚きました。全てが燃え尽きるまで燃やしつく。ペースを合わせるぞ。ドリームカムトゥルー。研究の価値あり、根は巡る。ファイアフライフォーインポジション。生きるために。テンポが乱れたか。アドリブで。生命は呼吸するだけではない。 It's Showtime! コラボスタート。これはただの戦いじゃない。私は正解を燃やす。ねっ、to get the job done。 こんなものをラフの布団に何日も置いておくつもりだったの？危なすぎでしょ。今のは私たちとは無関係だ。お前たちが不注意で貨物の防衛プログラムを起動させたに決まっている。shut the hell up。 こうなった以上、誰かに責任を押し付けようとするのはやめた方がいい。どうしてこれが動き出したのか本当にわからないんだ。琥珀の王に誓ってもいい。もういいよ、ユウキさん。何人か
運気軍を連れてきてくれる？まずはこの客人たちを天白市まで送ろう。わかりました。さあスコートさん、こちらへどうぞ。皆さん、軽く調べてみたところ、職人が心配していた通り、中には生物組織が隠されていました。ただこれが気候なのか生物なのかは私にも分かりません。 Why do you see that? これの核の部分は隠語で湿剣と呼ばれているもの。分かりやすく言えば、この機械は何らかの生物の神経を制御通数として駆動してるんだ。少しサンプルを採取して端子たちに分析させれば、この生物組織の出どころも判明するでしょう。博識学会はなぜこれほどまでに倫理に反した技術を使うんだ？新たな武器を作るためか。いずれにしろ、これがホリジンがこの艦船を襲撃した理由かもしれないね。通りで貨物を開けての検査を嫌がるわけだ。この件は獣王氏に連絡して判官に判断を委ねよう。規則に従うなら危険を及ぼす生物と囚人、それから武器は全部優秀国に収容してちゃんと処理するべきなんだ。何しろあそこはラフで一番安全な場所だからね。職人さんも運気軍に同行して判官に状況を説明してくれるかな。The while everyone disperses and goes their own ways. カンパニーの人は手強いだろうって予想はしてたけど、あそこまでとは思わなかった。レーサさん、助けてくれてありがとう。こちらこそ、命を助けてもらったお礼を言わせてください。あなたが剣術に秀でていたおかげで、この大きいのを倒せたんですから。将軍の従者は優れた腕前の武人だとは聞いていましたが、まさか元凶様がこれほど。ヤン。はい、まさに若くて才能があると言えるでしょう。そちらの3人は請求列車からの客人でしょうか。ということは、あなたたちがラフを危機から救ったのですね。本当に素晴らしい。それほどでも。まだ時間があるので、せっかくですから探偵室に行ってお茶でも飲みませんか。もしよければ探偵室の再建に関する皆さんの意見も聞かせてください。じゃあ僕は遠慮なくお呼ばれしようかな。あなたたち3人も一緒に来てくださいね。 The quieting of villains。Right, let's follow Lin Xia to the Alchemy Commission meeting. Like I said, I want to get this done as fast as possible. Okay. To be real, I didn't expect to meet up with some of the characters that will be.They'll be playable in 2.5 that fast. Anyhow, let's follow Lin Xia to the Alchemy Commission meeting. もう何年も経つというのに、ラフの探偵室の景色は変わりませんね。誤解は不変であり、潮は満ち引きを繰り返している。私たち寿命族にとってこれほど懐かしいと感じる故郷はありません。She's a Bidia Hara, just like レイサさんはラフの地元民なのか。はい。私は幼い頃からラフで育ち、探偵室でこの波の音を聞きながら、死と共に探訪の研究に打ち込んでいました。I mean, if you notice her ears, right? Her ears literally has elf-like ears, just like how.Dang Heng in Babylon Lumi has. So at first I thought
is she an elf-like creature? Then she mentions that, oh, she shares the same race as the Imbibidor Lune. So, makes sense. この世は常に変化していますが、その変化の中にはたくさんの似ているものがある。私は炭鉱さんと同じく異郷を旅しています。こうして帰ってきて見慣れた景色を目にすると、やはり感慨に浸ってしまいますね。剣木がなければここの景色はもっと綺麗だったんだろうな。そうですか。剣木があそこにそびえ立っているのはなかなか壮観だと思いますが。壮観だとしても、あれは儒家の跡だからね。泉州と忌み者は数千年も戦ってきた。剣木が再生したのを見て、きっとみんな心の中では不安に思ってるはずだ。一度種がまかれた以上、どんなに阻止しようと、いずれ芽吹きの時はやってきます。薬王秘伝が再び現れたのと同じように、剣木の再生は避けられないことなのかもしれません。この種は泉州の祖先が調整を求めた時からまかれていたのですから。Why such a serious topic all of a sudden? すみません、警察でした。炭鉱さんと元凶様は今回の剣木の災いを経験したんですよね。あなたたちに相談したいことがあるのですが。相談？どんなこと？私は同盟からの命を受け、探偵士に積もった汚れを払いに来ました。しかしラフの探偵士はほころびが多く、とっくに取り返しのつかないところまで来ています。私は治療法を探しているのですが、二人は何か案はありませんか？俺は寿命族だが、ここにいる二人の仲間と同じくよそ者だ。レーサさんが求める治療法に口出しはできないが、一つだけ忠告したいことがある。ラフの寿命族と探偵士は長らく密接な関係を築いてきた。探偵士の現状を変えるには、レーサさん自身双方から距離を取り、しっかり客観視する必要があるだろう。 Yep, it's like I said, Lin Xia and Dan Heng are literally the same race, which are the Vidyadhara race, I believe. 政務のことはよくわからないけど、薬王秘伝はずっと探偵士の中で活動してきたらしいし、レーサさんがその影響を排除したいと思うなら、将軍と対策を練ってみるのもありかもしれないよ。わかりました。二人とも答えてくれてありがとうございます。はあ、低級の荒野の威力は剣木を切り裂けるほど強力だというのに、己の命を存続させたいという凡人の渇望は断ち切れなかったようですね。例えば運気軍は薬王秘伝の残党を排除することはできましたが、探偵士の人々の心を鎮めることはできませんでした。泉州の祖先はこうなると知っていたから、剣木の元根を見守る責務を与えた。ですが結局は寿命族も凡人に過ぎなかったんです。今から30年前、ラフの探偵士の師弟だった私の恩師は早くにここの暗流に気づき、それに対して抜本的な改革を行おうとしました。しかし彼女は医術には精通していましたが、人の心には疎く、探偵士の深部に潜む病巣を切除する方法がわからなかった。そうこうしているうちに師匠は誰かにはめられ、泉州主命に追放されたのです。私もそれに巻き込まれ、ラフを離れるしかありませんでした。そして当時その件の仲裁を担い、追放令の許可を出したのが
ケーゲン将軍なのです。将軍が？はい、探偵士の状況がここまで悪化したのは薬王の反逆者だけのせいではありません。かの新作将軍も今回の件に対して責任を負う必要があります。 That's not a good sign. あら、元凶様、顔色を変えてどうしました？安心してください、立場ある者は自由に振る舞えないという道理は分かってるので、将軍を恨んだりはしません。私たちのような年齢の大人にとって支援は贅沢なものですからね。レイサお姉ちゃん、お帰りなさい、ずっと待ってたの。あ、It's Yuri. The reaction says it all. どうして海燕将軍のところじゃなくて探偵室にいるんです？ The reaction says it all. ちょうどよかった。紹介しますね。こちらの元凶様は、はあ、因縁の相手にはよく会うってこういうことか。君、今度こそ盗んだ剣を返すんだ。なるほど。紹介はしなくてよさそうですね。Just like how the Grams did. なんでここであなたに会うわけ？もしかしてずっと私の後をつけてたの？ No, it's fate. 僕にはやらなきゃいけないことがあるんだ。ほっつき歩くのに忙しくて、剣を返す暇もない君とは違ってね。物は持ち主に似るっておじいちゃんが言ってた。私、あなたの剣と話をしたんだ。そしたら、あなたは心配事が多いせいでいつも剣を抜くのが遅くて、剣を抜いてもまともに扱ってくれないって嘆いてた。今改めてあなたを見て、剣は嘘をついてないって分かった。私が剣を奪ったのはあなたが剣を大切にしてなかったから。そんなデタラメ信じると思う？主命からの客人だからって何度も我慢したのに、君は少しも相手のことを考えないんだね。もしかして主命には他人のものを取ったら返すっていう常識がないのかな？この秘剣を見て。今あなたに返したところでまたすぐ別の人に奪われちゃうと思うけど、運気軍は武器を手放してはならないって教えは聞いたことある？この場で剣を返すことはできるけど、戦場ではそうはいかない。ああ、この秘剣本当にかわいそう。わかった、もう返さなくていいよ。僕がなくした剣は自分の力で取り戻す。Maybe I should call the general. どの将軍を呼べばいいかな。Lord. あのさ、こういう時にこんなこと言うのはあれなんだけど、あの二人実際どっちの方が強いのかな？怒らないでよね。ただ純粋に興味があるだけだから。今日は私が探偵士に就任した日だというのに、争いで始まるなんて幸先が悪いですね。わかった、レイサお姉ちゃんが嫌がるならここで戦うのはやめる。嫌というわけではありませんよ。それに一度剣を抜いた以上、腕比べをしないと二人もすっきりしないでしょ。私が受けた報告によれば、今も探偵士の同点の周囲で忌み物が出没しているそうです。これはおそらく私の前任者が探偵士に残した負債のようなものでしょう。どちらの力が上か勝負したいだけなら、お互いに剣を向ける必要はないんじゃありませんか？あ、それって忌み物を切るってこと？はあ、なんかつまんなそう。忌み物を始末するのは運気軍の責務だ。レイサさんが口を出す必要はないよ。僕が全部倒すから。自分だけ媚び売らないでくれる？レイサお姉ちゃんが必要とするなら、私だって喜んで手助けするんだから。二人とも思いやりのある優しい子で、とっても嬉しいです。
それじゃあ行きましょうか。Let's go. I'm not gonna wait. I'm just gonna keep going. I'm not gonna wait. 薬王秘伝が滅びた後、彼らが飼育研究していた生き物がここに残され、そのまま居ついて繁殖したようです。あなたたちが腕比べをするなら、審判は私が引き受けましょう。今から15分の間に、より多くの忌み物を切った方が勝ち。いいですね。15分 ?15 minutes。レーサーお姉ちゃん。Why does the English say it's an hour? また堂々と人をただ働きさせる気だ。The Japanese says 15 minutes。うんり、これは二人のためでもあるんですよ。あなたたちは勝負をつけたいようですが、剣は傷つける相手を選ばない。誰かが怪我をするのはよくありません。やっぱり師弟様は考えが行き届いてるね。どうです?二人とも準備はいいですか?Watch Yanqing duel Yunli. Hold up.双方積極、成分流動、まさに宝剣だ。うん。Can I change? Yeah. Well, I do have a Yanqing, but he is at level 1 because I wasn't planning to level him up. I was planning to.Bench him forever, but What should I bring in? One main? Bailu? And...Is a good follow up. What about being in Michael Jackson? Watashi no zenninsha ga nokoshita fusai wa kanari ooi yo desu ne. Kurikaeshi ni narimasu ga, ima kara 15 fun no aida, yori ooku no imimono o kitta hou o sugureta kenjutsu no tsukaete to minashimasu. Yeah, Linsha clearly said 15 fun.Jugofun means 15 minutes in Japanese, but the text over here written here an hour instead. So what the hell is going on, Honkai Star Rail? Which one is the more accurate one, 15 minutes or an hour? Anyhow, let's just keep going. 剣を抜くときは十分注意して、お互いを傷つけないようにしてください。レーサーお姉ちゃん、始めていい?ペースを合わせるぞ。When you lead the section, she will use the attacks to defeat the enemy first. The animal of enemy is defeated by Yanqing and you lead is recorded here. アドリブで受け止めきれるかな。剣、飛燕の剣。研究の価値あり。本質は同じ。命の花びらよ。いずれ。風に吹き落とされる。直してやろうか。トリア弱すぎるよ。剣よ、我に従え。剣もまともに扱えないくせに意外とやるじゃん。ドリームカムトゥルー。アクデクセンジーはショータイム。コラボスタート。数は多いのに急所には大して命中してない。あなたの剣こんなに適当に使われるなんて本当にもったいない。宝剣たち行け。
剣、起源の如し。テンポが乱れたか？アドリブで。研究の価値あり。ふっ。受け止めきれるかな。剣よ、我に従え。小手調べは終わりだよ。番犬天雷。Really difficult attacking a single target, man. Dream come true. It's show time. Collab start. Yowat te oru no. Toria. Kumo. Kiru. Seimei wa kokyū suru ne wa mezuru. Inochi no hanabira izure.風に吹き落とされる。宝剣たち行け。剣、起源の如し。楽しい。Genshin's biggest issue is right, and his attack is a single target hitter. That's his biggest issue. Nice combination. アドリブで。はっ。よいしょ。弱すぎるよ。剣よ、我に従え。テンポが乱れたか。ドリームカムトゥルー。 It's show time! コラボスタート。クモ、キール。 Again。 トリア。受け止めきれるかな。剣、キエンの今年楽しいですか。テンポが乱れたか。アドリブで。研究の価値あり。あ、クラッ、マイナー。はっ。剣よ、我にした。はい。小手調べは終わりだよ。番犬天雷。命の花びらいずれ風に吹き落とされる。シェボリンファイアフライインステッド。ドリームカムトゥルー。 It's show time! コラボスタート。シェボリンファイアフライインステッド。弱っておるの。よいしょ。How much longer is this going to take, by the way? Never move it. Adrive de. Okay. No, 私の勝ち。あなたの剣術は乱雑で、ただ速さを追求してるだけ。ラフの運気軍の剣術も大したことないね。ちょっと化け物を切ったくらいで調子に乗らないでくれるかな。へえ、じゃあ私を倒してみたら。それか、いっそのことあなたの剣を全部こっちに渡しちゃえば。私の方がうまく扱えるしね。挑発するのが目的なら最後まで付き合ってあげるよ。I've seen the lady. Facial. That's facial. 二人ともいい戦いぶりね。でも一方は攻撃をかわすことしか知らず、自分は俊敏だと思い込んでいる。もう一方は怪力に頼り、一撃で敵を倒せると妄想している。
戦術と技術どちらも欠けているわ。あなたは？私は探偵師に薬を求めに来た病人で、通りすがりの観客ってところかしら。Bro, that's special, okay. ラフの演舞典礼が始まれば、演舞台の上でいいものが見られると思ってたんだけど、まさか病人の治療をする探偵師でこんな素晴らしい戦いが見れるだなんて思わなかった。ラフって不思議なことが起きるのね。でもちょっとだけ言いたいことがあるの。こんなところで死闘するより、私は二人が演舞典礼の場を借りて演舞台の上で正々堂々と相手を叩きのめすところが見たい。そうすればどんな恨みだってきれいさっぱり消えるでしょ。恨み？何か誤解してるみたいだけど、僕はウンリと手合わせしてただけだよ。一人は秘剣を使ってて、もう一人は巨大な刃物を振り回してるのに、お互い恨みはないって言われても信じられるわけないじゃない。まあ秘書様、どうしてここに？龍女様の診察は終わったんですか？Oh, have consultation. 秘書？もしかしておじいちゃんがいつも話してる泉州妖精の天劇将軍？私ってラフでも結構有名なのね。当然でしょう。大将将軍の名を知らない人はいませんから。大将将軍？その呼び方ちょっとうぬぼれすぎじゃない？ダメダメ。ラフには無眼将軍がいるって聞いたから、私も自分に称号をつけたの。憂いなし悔いなし敵なしの三無将軍ってね。この称号の方がいいと思わない？確かに謙虚でありながら威厳を失わない、いい称号ですね。元凶様、雲里、手合わせが終わったなら秘書将軍の指摘に感謝して静かに和解の握手をするべきではありませんか？剣返す。また奪われたりしないようにちゃんと大事にしてあげて。あと今回は勝負がつかなかったけど、次は徹底的に任すから。はあ、あれが人に謝る態度？まあ剣は取り戻せたし、僕も新作府に戻って報告をあげないと。秘書将軍、僕はこれで失礼します。そうだ、レイサさん、もし時間があったら一度新作府に来て将軍と話し合ってみてくれないかな。さっき言ってた支援にはきっと裏があると思うから。秘書様、仲裁ありがとうございました。あと少し来るのが遅かったら冥婚で二人を気絶させるところでしたよ。お礼なんていいわ。でも私はあなたに頼まれたことをやり遂げたわよね。これで簡約の龍女の診察費をチャラにしてくれない？すみませんが、いくら将軍といえど料金を支払う必要はあるかと。探偵師の遺憾は明確な料金を設定していますし、駆け売りは行っていません。それに龍女様の診察はもう何十年も先まで埋まっていますから、なら、あのちびっこ二人の授業料って言って新作府に請求書を送ればいいわ。実際あの子たちを引き離すのにもう少しで本気を出すところだったし。それじゃ私は息抜きできる場所を探すから。A moment later, Feisha leisurely walks to the ancient seaside shore to wait. Okay. Okay. 戻ってきたのね。
あなたたち、ケーゲンに会った後、しばらくあちこち歩き回ってたんでしょ？何か感想は？どうやら新作将軍は演武天霊で実力を示すのが目的のようです。ラフは剣木の災いの後でも問題なく繁栄していると証明したいのでしょう。ですが、次はですがっていうつもりね。ですが、演武天霊のためにラフに来た人たちは不安と噂を広める最大の覚醒器といえる。一歩間違えればまた大混乱が起こるかと。町にいる運気軍が警戒を強めているところを見ると、あの将軍もこの通りは理解しているのでしょう。俺から見て他に気になるところはありませんでした。ああ、今後また将軍に会うような仕事があったら僕のことは外してください。どうしてただの軍医が表舞台に担ぎ出されて二人の将軍と談笑しなければならないんですか？俺もだ。今の仕事のことを考えるとあまり人前に出ない方がいい。そんなに文句言わないで。別にいじめられたわけでもないでしょ。接触する前に先入観を捨てて相手の形勢を見て判断したかったの。ああ、形勢っていうのは町にいる運気軍の風貌とか人々からの評価とか彼と親しい人たちの振る舞いとかのことね。軍の強さはその兵ではなく形勢にあり、形勢の成因を判ずることで強さを見極められる。将軍の言葉は勉強になります。わかりやすい話なのに、あなたの解説を挟むと理解できなくなるわ。とにかくこれは私が戦をする時の習慣なんだから、あなたたちも慣れなさい。それはケーゲン将軍を敵として見極めようとしているということで。先週ラフを一番長く治めている将軍なのよ。彼の敵が少ないなんてことあると思う？あ、将軍、そういえば寒薬の竜女には会えましたか？彼女の出した処方箋を見せてもらっても。会えたけど、私の状態を見ても竜女は何もできなかった。ただ好きなものをたくさん食べろとだけ言われたわ。あ？あの有名な寒薬の竜女ですらどうしようもないのですね。心配する必要はありません。僕は必ず約束を果たしてあなたを治す方法を見つけます。一応もう見当はついていますしね。昇級、生と死は定められているのよ。軍に入った日、私は誓った。残りの人生は泉州の矢尻として北条の忌み物を射抜いていくこと。この誓いさえ果たせれば、あとどれくらい生きられるかなんて正直どうだっていいの。あなた、さっき私がケーゲンを敵とみなしてるって言ってたけど違うわ。私の敵はずっと私自身だけだもの。好きなものをたくさん食べるなら、夕食は何にしましょうか？君ね、少しは空気を読んでくれません？二人は好きにしなさい。私は何年も会ってない戦友と約束があるから。 Meanwhile, 年轻 AJ returned to the exulting sanctum。この人、妖精の運気将軍？すっごくかっこよかったね。運理はあんなに大きな剣を振り回してたのに、ほんの軽い一撃であの子の攻撃を止めてた。僕の攻撃もね。うん、あと運理の相手をしてた若い侠客も英気に満ちてて身のこなしも俊敏だったよね。
うち弟子入りして泉州の剣術を教えてほしいなって思っちゃった。あんたはどう思う？Yeah, Sensual Sword Day is pretty good, like really, really good. もっと感情込めて言って。美月さん、慰めてくれてありがとう。もうすぐ演武典礼が始まる。幸い僕は運気軍を代表して出場する資格がある。ここ最近、僕は何度も敗北を味わって、人外に人あり、天外に天ありの道理を理解したんだ。でも今日、飛翔将軍の実力を目の当たりにして、また不安になっちゃって。自分をむやみに卑下する必要はない。将軍は演武典礼には出場しないからな。お前一人で俺と仁に対峙した時の生死を度外視した心境を覚えておけば、大概の挑戦者には勝てるだろう。分かった。炭鉱先生、ありがとう。そうだ、今日のことは一段落したから、将軍がみんなを新作府に招待して大事なことについて相談したいって言ってたんだ。絶対要請と主命の将軍にどう対処するかって相談だよね。はあ、大人の腹の探り合いなんてこんなに早く見たくなかったな。飛翔将軍と海燕将軍が事実を理解してくれるといいんだけど、演武典礼が始まるまでもうラフで混乱は起きてほしくないからね。By words of many, head to the seat of divine foresight to see the general. レンジフードの掃除から精査の修理まで。何だの？何だの？おかしい。I think the general is right over. Yeah, over here. どのようなご用件で新作府へ？Sun is over there as well. Sakihodo Shishingu de Seikyu Resha no Kakujin wo shoukai shita ga, ano toki wa maari ni hito ga ite, kantan na aisatsu shika dekinakatta daro. Dakara aratamete 3人を海燕将軍に推薦しようと思ってね。この3人は危険を顧みずに私と共に七に入り、首謀者である元老を討ち、薬王秘伝の陰謀を暴いてくれたんだ。一連の出来事の中で何か知りたいことがあれば何でも聞くといい。剣木再生の顛末については大木である不言殿から一連の報告を受けている。彼女自身も玉殿に呼ばれ、この剣に関する聴取を受けていた。同盟はこの件に対して強い疑念を抱いているが、わしはお前さんを信じよう。お前さんは運気軍に入隊してから素晴らしい功績を残してきた。雲上の五騎士がそれぞれ姿を消した後、同盟内ではお前さんに対する批判の声が相次いだが、元帥はそれらの意見を退け、ラフをお前さんに託したのだ。お前さんは今まで同盟に忠誠を尽くしてきた。タラサの忌み者をくじき、泉州玉殿の包囲を解き、北条の民が呼んだ妖精を破壊した。これまでの大きな戦いで起きたことは今でも全て覚えている。その忠誠心を疑い、憶測でお前さんをバカだ無能だと決めつけている連中は新作将軍の失策を喜ぶ。なぜならそれが奴らの本性だからだ。何かを成し得る能力がなく、
ただ他人の失敗を見ることを養分にして生きていくことを望んでいる。わしは多くの失敗を見てきたが、それよりもお前さんの忠誠が変わっていないことを信じたい。では今回剣木の災いの顛末について探るために派遣されてきたのは妖精の秘書将軍だけということですか？いや、それはわしもだ。このおじいちゃん、予想外なことばっか言うね。元帥はわしに先週ラフに行くよう命じた。だが公文書には演武典礼を見て秘書の問いをそばで聞くようにとしか書かれていなかった。ん？元帥は慶元が典礼を開く意図も彼が直面している情勢についてもよく知っている。このような命を下したのはきっと彼女も二つの剣を同じように重要だと思っているからだろう。外縁将軍、あなたの慶願に心からの敬意と感謝を。このことは深く心に刻んでおこう。しかし元帥が下した命を皆の前で明かしてしまってよかったのか？お前さんが列車の証人を紹介したのはわしと秘書の来意とわしとお前さんの間に矛盾があるかどうかをはっきりさせるためだろう。老骨が誠意を持って接しているというのに若者が隠し事をするでない。剣木の災いについて問うのは秘書将軍でわしはただの傍聴人に過ぎん。それよりもわしが関心を持っているのは演武典礼が無事に開催されるかどうかという点だ。ああ、そういえばラフに来るにあたり演武典礼のために贈り物を用意してきたんだ。この箱がそうだ。This case gives with a muted luster, crafted from a material neither wood nor metal. Its surface is masterfully woven with metallic thread, outlining an intricate pattern of lotus flower. Enbu tenrei の期間、数えきれないほどの腕比べや祝賀行事が行われる。その中でも最も重要なのが演武強法だ。主催者は武芸に秀でた選手を守人に選び、司法の挑戦に応じることで選手の武徳が盛んであることを示す。請求列車が典礼を見に来ると聞いた時、てっきり今回の守人はラフの劉村だと思ったのだが。開演将軍、冗談はよしてくれ。官役の龍女はまだ若く武芸にも通じていない。さすがに無理をさせるわけにはいかないだろう。冗談に関してはお前さんには負けると思うがな。この箱何？開演将軍、なんでこれを開けないの？これは演武典礼のために用意した剣箱だ。今は空だが数日すれば宝剣が届きこの中に収められる。自慢ではないがその剣は主名の工芸技術の至極でな、異邦を渡り様々な偉業を打ち立てたのだ。そのどれもが秀逸で一言で全てを語るのは難しいのだが、いずれにしろまだ宝剣を送り届ける使節団は到着していない。この剣箱はひとまずここに置いておこう。ずっと考えていたんだ、どんな人材なら宝剣にふさわしいのかと。考えに考えた末、今回の演武強法の商品として送るのがいいと思った。
勝者なら宝剣にふさわしい英雄だろうからな。それに今回の守り人は剣術に優れた元凶君が任されると聞いたからな。この贈り物は実にぴったりだろう。海炎将軍のご厚意、痛み入る。おじいちゃん、私に剣を贈りたいなら、なんでこんな遠回しなことするの？小娘、自信満々だな。だが、必ずしも元凶君に勝てるとは限らんぞ。おい。文理さんが剣を愛してることは僕も知ってる。でも残念ながら、剣はいつだって自分にふさわしい持ち主を選ぶんだ。宝剣を手に入れたって、それが他人の手に渡るのを防げない人だっている。今日の探偵しての勝負まだついてなかったよね。興味があるなら君が選手主名を代表して舞台の上で戦うこともできるけど。望むところだよ。誰が勝つかはまだわからない。私かもしれないし、他の誰かかもしれない。やっぱり私かも。でもとにかくあなたとは限らない。 Looks like Isidoro's right。 あんまこういうこと言わない方がいいだろうけど、このドラマずっと見てたから正直どっちが勝つのか知りたいかも。いい加減にせんか。まったく客人の前でわしが宝剣を贈るのは天霊に経を添えるためであって、お前たちの言い争いで同盟の友情に傷をつけさせるためではない。二人とも相手に負けない自信があるようだが、勝負ごとには必ず勝ち負けがあり、友情に傷がつくことは避けられない。そこでわしに考えがある。まだ勝者は決まっていないが、お前さんたちのどちらか一方とは限らない。商品を手に入れたいと思うなら、二人で協力して生徒に武芸を教え、その生徒を出場させ、少なくとも一回の勝利を収めるのだ。そんなのってない。運気の剣士が勝利するのはわしとしても喜ばしいことだ。しかし技術を伝え、それを広め、他者のために役立てることの方が意義がある。この人が運気剣術を使い、列車の代表として演武典礼に参加して大いに腕を振るってくれたらわしも嬉しい。海炎将軍の考えは実に面白い。弟子に芸を授けることでこそ協力の精神を育める。そうすれば勝者だけが何かを得て、敗者は何も得られないという事態も避けられるということだな。ただ二人は誰を弟子にするべきだろうか。 This is the part where March 7 comes in。 え？誰？うちなの？美月さんは演舞台での検討に興味津々だっただろう。お前さんたち、彼女に剣術の基礎を教えてあげなさい。将軍本気で言ってる？なんでいきなりうちを巻き込むの？剣なんて使ったことないんだけど。ゼロベースできるわけないじゃん。最後に師匠に恥をかかせて破門なんてことになっちゃったらどうするの？Just accept your fate, March。 これはいい機会だろ。ナノ、前に剣を使えるようになりたいって言ってたし。それはそうだけど、さすがに突然すぎるっていうか。Kaelus is voice。 美月さんはまだ手を加えられていない玉だ。わしもどんな風に成長するのか興味があるから、ラフの演舞典礼という好機を借りたいと思って。でな。海炎将軍ありがとう。でも運理と元凶は勝負しようとしてるのに、うちに剣を教えることになったら二人の鍛錬の時間がなくなっちゃわないかな。それに剣士ってみんなそれぞれとっておきの技があるんでしょ。
うちに教えてくれるときにうっかりバラしちゃったりしたら、お互いの手の内が分かって勝負にならなくなるんじゃない？美月なのか、あなた優しいんだね。安心して、せめて10年は修行しないと、とっておきの技を教えたりはしないから。シュメイの剣術はすごいんだ。いくつか技を覚えればきっとずっと役に立つよ。本当？どうやら美月はすっかりその気になったようだな。わしとしてはまさにその互いの手の内を知る状況になってほしいんだ。演武の時に一撃で敵を倒しては面白くない。まして剣士の生死を決めるのはとっておきの技ではなく基本となる技術だからな。では、雲里殿は承諾したということだな。元凶、君はどうする？将軍、僕まだ一人前にもなってないのに、他の人に剣術を教える資格なんか。それって負けを認めるってこと？他の人に教える自信すらないなら、あなたの代わりに私がラフの演武台を守ってあげようか？元凶、誰かに技術を教えることは自分が学んだことを振り返り、より理解を深めることにもつながる。君は長年私の弟子としてやってきたが、そろそろ視野を広げる時だ。分かった。将軍がそう言うなら僕も承諾する。元凶も承諾した。となれば、あとは美月殿が首を縦に振るだけだね。はあ、美月、この件はお前自身が決めることだ。そうすればナノの矢が俺のお尻に当たる心配をしなくて済むしな。うち攻撃外したことなんてないんだけど。うん、うちもそれでオッケー。海炎将軍、ありがとう。そう来なくてはな。では明日から元凶君と雲里が毎日お前さんに運気剣術の基礎を教える。わしと雲里は先に行って美月さんの修行のための準備をしてこよう。なーに、弟子入りの礼だと思ってくれればいい。そこまでしなくても。って待って、弟子入りの礼って普通弟子から師匠に送るものなんじゃ。Poyen, smiling silently, soon the past seat of divine foresight with Yuli. Kaien, 将軍行っちゃった。さっきの話、なんか変な気がするんだよね。はあ、なんか話がどんどん変な方向に行ってない？なんでこんなことになったんだろう。本当にね、みんなを新作府に連れてきたのは将軍が大事なことについて相談したいって言ったからなのに、いつの間にか僕と雲里が美月さんの師匠になってるなんて。おそらくだが、海炎将軍はしばらくの間俺たちにラフに留まってほしいのだろう。 I'm here to attend the ceremony anyways。 それはそうだが、彼からすれば俺たちはいつでもここを離れることができる観光客と変わらないからな。ラフが同盟に提出した報告書には列車の行動記録も含まれている。彼は俺たちが嘘の話を固めるための要素ではなく、報告通りの実力を持っているかどうかを確かめたいんだろう。演武天霊は海炎将軍の試金石だ。そのために彼は雲里まで巻き込んだ。本来は若者二人の勝負だったというのに、今は二人で協力して美月に剣を教えることになった。海炎将軍は相変わらず人を困らせるのがうまいな。申し訳ない。君たちを招待したのは二人の将軍に証人として会わせるためだったのだが、正直に話していなかったのは私の落ち度だ。今後数週間のうちに
海炎将軍だけでなく秘書将軍とも会ってもらい、彼女の質問に答えてもらうつもりだ。その時のために準備をしておいてほしい。Oh man, not another debate.将軍が気にする必要はない。何があろうと俺は列車の証人として残り、尋問を受けよう。ありがとう。将軍、僕が将軍のために背負えるものは少ないけど。うん。でも僕、ラフのために絶対演武天霊の演武台を守ってみせるから。ああ、知っているとも。 Right, what's next? How about we wrap this up by unlocking Marched Servant's Path of the Hunt? かの有名な天劇将軍にここまで待ってもらえるなんて、我ながら鼻が高いわ。久しぶりね、飛翔将軍。ユコン、玉空、最後に会ってからもう30年くらい経つわよね。ええ、30年前あなたは妖精の星宮軍の先鋒で、私はラフの水行への飛行士だった。でもこうして再会した今、あなたは将軍になって、私は飛ぶことを諦めているなんて、そう考えると本当に時間が経つのは早いわね。でも30年ぶりとは言えないわね。交渉の共鳴機能では毎日あなたの勝利の知らせが流れているから、毎日あなたの勇姿を見ているのと同じだもの。ところで体は大丈夫？安定してるわ。あの時戦場で私を助けてくれた軍医のことは覚えてる？あの名前も性格も変わっている医師よね。なんて名前だったかしら。確か生姜とかキュウリとか何かの野菜みたいなのが入っていたような。昇級よ。妖精の探偵師に派遣された彼は、今は私の幕僚であり専属の医師でもある。ここ数年彼はずっと私の病状を制御しようとしてきた。もう何年も経つのに私が元気なのはほとんど彼のおかげなの。私の出自を考えれば、ここまで来られただけでも十分満足だわ。あなたの無事を知って安心したわ。ところで今回海炎将軍と一緒に来たのは元帥の命を受けたからでしょ。秘書、友人である私に免じて、同盟がラフの将軍にどんな裁きを下そうとしているのか教えてくれない？剣木の再生は後ろに隠れることに慣れた老いぼれたちに恐怖を与えた。彼らは忌み者が再び現れることを恐れている。まさに30年前みたいにね。ラフからの報告書で事の経緯は説明されてるけど、人滅軍団の侵入が事実なのか、性格ハンターと請求列車がどのように介入したのか、多くの詳細が欠けているの。そしてあなたも知っているように、長い間姿を消していた逃亡犯の渓流が再び姿を現した。今回彼女は種族の民と棺を連れてきて、元帥に神と戦う方法を献上すると言ってるわ。ラフの竜士も渓源が同盟を顧みず、追放された竜村陰月をラフに帰還させ、林縁教の誤解を開き、寿命族の剣木を見守る責務を妨害したと報告している。これが私が先週ラフに来なければならなかった理由よ。職務上部外者にここまで多くのことを説明する必要はないんだけど、あなたと私は肩を並べて戦った仲だから隠すつもりはないわ。でも今の話は忘れてくれると嬉しい。分かった。ごめんなさい、失礼だったわね。
今は軽減将軍を擁護すべきじゃないってことは分かっているんだけど私の性格はあなたもよく知っているでしょ。陰月の乱が終わってからラフは数百年にわたる安寧を享受してきた。これは軽減将軍の働きによるものが大きい。残念なことに長命主は長く生きていると必ず過去の積み重ねを全て破壊するような失敗をする。敵はその瞬間を待っているに違いないわ。その通り。だから今回来たのには別の目的もあるの。それは風霊に面会すること。風霊？あのホリジンの選手の風霊のこと？700年以上前からラフの優秀国に禁錮されているあの古族の大敵。未来永劫許されぬ。天地が滅びるまでうんぬんかんぬん。判決文はちゃんと覚えてないけど、そいつのことよ。風霊の面会は今まで妖精の天白使が派遣した施設が行っていたでしょ。それも100年に一度。それなのにどうして今あなたが。古族は先週と共に忌み物を狩ることを誓った。それは同胞を解放するためだけでなく正義のためでもある。あの狼の悪獣は永遠に優秀国に閉じ込められ毎日罰を受けるべきだわ。ラフの状況を知って妖精内部は風霊がちゃんと収容されているか不安になったの。今までの100年に一度の面会では老いぼれたちの心を落ち着かせることはできなかったのよ。だから彼らを安心させるために私が派遣されたってわけ。はあ、悪い知らせばかりね。そういうわけでもないわ。少なくともあなたが思ってるほど悪くはない。あなたに探すよう頼まれた目標についても進展があったしね。早く教えてちょうだい。請求軍はあなたに提供された航路を捜索してナルビ商会の艦船の残骸を見つけた。残念ながら中に貨物はなく生存者もいなかったけど、でも私たちが事故現場に到着する前にすでに現場に来ていた人がいたの。それは選手の人？それともカンパニーの？どっちも外れ。玉羽、ルアンメイって知ってる？ルアンメイ？ Wait, what's going on?Okay, there's something they're hiding, but I have no idea what the hell they're talking about. After a day of running around, you finally arrive at Fetchy Core Inn for a well-deserved rest. This night, your restlessness comes from meeting the general and the bustling crowd before the wardens keeps you from falling asleep. Day 2. よく眠れなかった。変だな、起きるのが遅すぎたのか。ナノとタンコウはどこに行ったんだ。 Much to mastery, star is born. あ、来た。 What kind of master waits on their apprentice's doorstep? 開演将軍の提案を受け入れた以上、いい加減なことはできないからね。早起きして美月さんに剣術を教えに来たんだ。あれ、元凶師匠、なんか顔赤くない？初めて師匠って呼ばれたからちょっとびっくりしただけ。先に言っておくけど、剣は体と心と力を鍛えるためのもので、一朝一夕で形になるお遊びじゃない。僕は開演将軍に美月さんに運気剣術を習得させて演武天霊で少なくとも一人に勝たせるって約束した。
だからできる限りのことはするけど、もし美月さんが師匠の教えに背くようなら。これ今後悔しても遅いかな。全部うちが考えなしに承諾したせいだ。正直僕もどうすればいいのかわからないんだ。だって今日が師匠1日目だし。とにかく美月さん、規則はしっかり守って文句は言わない、訓練もサボらないこと、いいね？元気を師匠、もっとシャキッとして思いっきりナノをしごかないと。あんたちょっとひどくない？そういえばウンリは？四神宮の裏に静かな場所を見つけたんだ。そこで一緒に君の初めての授業をすることになってる。 March servants wave to you and Dunheng to them fast. Oh, was it to March servants point of view? Okay. 一日目から弟子と一緒に遅刻するなんて、ラフの規則っていい加減なんだ。はぁ、がっかり。あ、ウンリ師匠はもう来てたんだね。お待たせしました。一人でこっそり教えようなんて思ってないよね、卑怯者。ラフの人が弟子に技を伝授する時の礼儀を見せてあげようと思ってね。たとえ弟子だろうと僕は自分から迎えに行くんだ。主催側として僕は美月さんにラフ剣術の真髄を教え、演舞台の上で彼女を勝たせてみせる。そうすれば君だってラフ剣術にあれこれケチをつけられなくなるだろう。何でもいいからどいてくれない？主命の剣士がどうやって弟子を可愛がるのか見せてあげる。美月なのか、早く来なさい。これは師匠としてあなたに送る弟子入りの礼、うまく活用するように。これって先週の服？すっごく綺麗。剣の鍛錬は身のこなしが重要になる。この服は体にフィットするように作られてるから動きやすいの。いろいろ考えてちょっとした装飾も用意したんだ。ウンリ師匠優しい。で、どうやって私と競うつもり？私は美月なのかに主命の剣術の真髄を教えて、私の剣で彼女を勝たせるけど。僕だって何も準備してないわけじゃない。What？ 元凶師匠もうちにプレゼントがあるの？美月さんが剣を習うなら使いやすい武器が必要だと思って徹夜で双剣を用意したんだ。Yep。 急だったから職人に作ってもらう時間はなかったけど、できるだけ綺麗で重さも初心者向けのやつを選んだから、美月さんが気に入ってくれたら嬉しいな。ありがとう元凶師匠。予想してなかっただろ。本当の勝負はここからだし。なんか変な展開になってる気もするけど、今回の指示って本当に最高。 Moments later。 お、どう師匠たち、この格好似合ってる？ Cute。 さすが私が選んだ服、あなたや私みたいな美少女剣士にぴったり。雑談はこのくらいにして、授業を始めよう。ここにいるのは僕が呼んだ運気軍の教官。まずは彼と手合わせしてもらうよ。え、いきなり実戦訓練？ちょっと厳しすぎない？あなたは弓の訓練をした経験があるから、武芸を習得する下地はできてるって聞いた。だから1時間目はあなたの基礎がしっかりしてるかどうか確認したいの。ほら、一歩前に出て。あなたが想像できる一番手慣れた方法で剣を振るって攻撃する。獅子の動きの癖を知ってこそ
どこから始めて何を教えればいいのか分かるの。準備できたら私と戦おう。あ、ははわかりました。 OK。 An autumn shine of blade. So March 7th, the novice stand. OK, so let's talk with the Cloud Knight instructor. 準備はいいか。 Yes. 準備はできたけど手加減してよね。それは難しい相談だな、お嬢さん。ドルオッケー。うち一人で10人は相手できるよ。 Use your skill first and then a few moves from me. あー、オッケー。師匠、お茶をどうぞ。水木さん、しっかり見て。ラフの剣術は軽やかな動きが大事なんだ。ミチャージフォーマーセブンでメイクユダイスパワフルアビリティ。そう、剣よ、我が心に従え。よっ、後期小手調べは終わりだよ。番犬天台の言うことは聞かないで、力を出せばいい結果が出るから。ほうけんざん。そこ、もう一人前だもんね。うん、様になってるね。Phase 2, there's a phase 2, okay. 剣は飛燕のごとし。あ、わかった。あんたを練習台にしてあげる。精神戦に行きます。Just put a blasting zone. Huh? そこ。よっ。小手調べは終わりだよ。番犬天内。Okay, one down to the ball.うち一人で10人は相手できるよ。今こそ真の剣術を見せるとき。左に青龍、右に白虎、ミルクティーはやっぱり最高。くらえ。何ブツブツ言ってたの。これは献血だよ。全員焼き切ってあげる。この技受け止めきれるかな。あ、メビシェル。バッケン。うまい。サンケ。オッケー、バトルオーバー。ネックス。1時間目からこんなに難易度が高いなんて。美月さんは俊敏だし体も柔らかい。
ラフの剣術を習得するのにぴったりな素質を持ってるね。でも小手は精度に欠け、裏手は力が足りない。それに剣を振るう時の動作が雑すぎる。どれも初心者にはありがちな問題だけど大丈夫、主命の剣法を学べば全部改善される。決めた。美月さん、次の授業から足の入れ方を勉強しよう。 As expected。 本当に剣術を理解してる？それはこっちのセリフなんだけど、そもそも双剣っていうのは敵に素早く対応するために左右の剣でお互いに補い合う戦い方が特徴なんだ。足運びより重要なことなんてないじゃないか。戦場での強さは長所だけじゃなく短所も含めて考えなくちゃいけない。双剣の短所は力が必要な点にある。両腕の力が足りなかったらいくら足運びが上手くても意味はない。剣術は踊りじゃないんだから。ちゃんと訓練を受けた剣士なら誰だって長所を生かし短所を避けることを知ってる。先に長所を伸ばしてそれから短所を補うんだ。これこそ正しい訓練方法だよ。This is really a couple of degrees at this point。 空想理論派だね。空想？僕が空想理論派なら剣の言葉が分かるなんて言ってた君は何になるのかな。空想社交派とか。え、まだ1時間目なのにもう喧嘩してる。2人ともストップ。足運びも力の入れ方も遅かれ早かれ全部勉強することになるんだから、正直どっちから先に始めても同じじゃない。同じじゃない。美月さん、僕の言う通りにすれば間違いないから。 And this part is synchronized。 March is gonna have the time of her life。 Thus begins the journey of March 7's sword training。 Alright、 I finally unlocked March 7'sPath of the Hunt。 Okay, so unlocked switchy。 Pretty sure I press it. Yes。 Okay.Now that I've unlocked March 7's Path of the Heart, I can finally stop. This is the part where I'll stop, but I'll definitely will be back for part 2 of this story quest, so do look forward to that.